今週のこの時間はアジアリーガスホッケー東北フリーブレイズ開幕直前特集日韓フリーブレイズと題しまして、この1週間は14番の田中剛選手、そして2番川井隆一選手に5日間お話を伺っています。剛選手、隆一選手です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、お二人は、1983年生まれでございます。隆一選手9月26、剛選手が10月6でございまして、まあ、前日までのインタビューでもいろいろ言ってましたけれども、一緒のチームで戦ったり敵チームだったりで、また今フリーブレイズで一緒になったわけですけれども、お二人ってそもそも最初、あ、田中剛だ、あ、川井隆一だみたいにこう、まあ、知り合ったっていうか認識したってどこまで遡る感じですかね。僕は、はい、隆一選手、川井です、僕は、はい、まあ、剛もう小学校の時からすごい上手で有名で、こうなんか北海道の大きい大会のこうテレビとかにも5年生ぐらいから出ちゃってるぐらい、本当にあの釧路、苫小牧、札幌で本当にこうそのテレビがすごいみんな見てるんで、もうみんな田中剛を知ってたんで、僕もその一人で、まあ対戦した時にこう、うわ田中剛だとか本当にそういう感じ でその後中学校に住んだ時に同じチームになったんですけど、うん、もうその時に初めてこうお話しさせていただいて何ですかでそこまでへりくだらない、でうち あの母に今日田中剛とお話できたわっていうのを 今でも覚えてます。 はい、それぐらいあの、はい、上手でした、すごく。あ、そうなんですか、はい、だそうですか。剛キャプテン、リュウはいつもこういう風に言うんですけど、うん、いや、まあそんな感じではなかったんですけどね。でも僕も小学校の時に6年生リュウは恵庭で、はい、僕は札幌のチームにいて、でまあその地区の大会とかをする時にはやっぱり、まあ、恵庭の上手い選手はリュウ、うん、と、もしラベってやつとか今いたんですけどね、うん、同級生で、うん、なので僕はその頃からやっぱり、まあ友達じゃないですけど、やっぱり対戦してると対戦相手で、あいつは向こうのそのチームのトッププレイヤーだなみたいな、なるじゃないですか、やっぱそういうの。で中学校の時に当時その雪地ジュニアっていう、はいはいはい、入って、で龍もその恵庭から札幌に通うんですけど、電車乗って、でそこで初めてのチームになって、まあ、そこからはまあ、中3年間やって大会もまあ優勝したりとか、その、まあ、僕札幌ってやっぱりそんな強くなかったんで、やっぱ釧路苫小牧に比べると、釧路苫小牧はもうスター軍団で、そういう相手にこうもう少ない人数でやって勝ったりして泣きながら優勝を喜んだとか、そういう思い出は今でも話します、うん、あの時あったよなって。だからすごいその中学3年間は楽しかったし、うん、その仲間はすごい大事にしてます。へえ、隆一選手もやっぱ覚えてるもんですか、その中学校の時。あのホッケーしてて一番本当にこう楽しかった、毎日ホッケーしたくて、毎日あのチームメイトに会いたくて、ホッケーなかった、一日なかったら僕はすごくこう寂しく思ってた時期ですね。で本当に今言った通り2セットとかしか組めないんですけど、おー大変だ。それでまあ、僕たちの代はほとんど1敗か2敗ぐらいしかしないで、もうどの大会行っても優勝、その人数だけであの優勝してたので、でみんな同期すごく仲良くて、一緒にご飯食べに行ったりとか、うちに来て、うちの近くにあの屋外でできるホッケーできるところがあるんですけど、そこでみんなでホッケーしたりですとか、本当にすごく楽しかった思い出しかないです。中学校のあと卒業した後は剛キャプテンは北海高校で、龍一選手は釧路の緑ヶ丘高校、これ現武習館高校ですね。そうです、はいはい、で道が分かれて、龍一選手は西武鉄道入り、はい、そして
郷キャプテンは早稲田大学に進むということです、はい、で、郷キャプテンと龍一選手が、再び会ったのが西武プリンスラビッツでと、はい、あの3年ほど前のアイスホッケーマガジンを見たら龍一選手がなんか早稲田からまあいろいろあって最後にこう西武に来たって何しに来たのみたいなことを言ったっていう記事が書かれているのを読んだんですけど、それは本当なんですか？いや、まあそう言ったとしても、うん、もちろんその、うん、そのままじゃなくて、ね、冗談ですけど、でもなんですかね、まさか一緒にプレーできると思ってなかったですし、多分、うん、あの今思えば僕も多分その他の選手が次の年に誰が入ってくるとかを、うん、その時にこう気にしたことがなくて、うん、あのやっぱ自分がまず試合に出て試合に出続けて結果残してっていうのしか考えてなかったので、うん、僕結構今でもそうなんですけど、あの来年入ってくるこの子が上手なんだよとか、うん、あの今大学生にいるとか言われても結構そこら辺には僕あの、うんうんうん、なんですかね、あまり気にしてなかったというか、うん、だからこうにしてもまあそういう感じで、うん、でもその前にトライアウトみたいな形で出てた時にもうその時点であやっぱ上手だなとかって思ってたので、まあ、すんなり普通に、うん、はい、うん、また楽しくできるなと思いましたけど、うん、そこからまあフリーベレーズで一緒にプレーしたり、そこからこうそれぞれね道が分かれたわけですけど、どうですかこうお互いのプレイヤーとしての印象、じゃあどっちから聞こうかな、龍一選手から見た田中剛というのは、はい、まず背中で見せるタイプで、あとはやっぱり何ですかね、スケーティングがこの頃この頃っていや最近この頃ですか、若い頃は結構そのキレとかそういうのがすごかったんですけど、この頃見てるとスケーティングの技術、はい、ターンですとかで、あと体の使い方がすごくこう上手になってるなっていうか、その見ててあすごく守りにくいだろうなとか、そういう風に見えてくるので、若い時よりもやっぱりその何ですかね、多分すごく勉強して自分のプレースタイルとかを考えてやってるだなっていうのが、うん、はい、思いました、うん、そして今季もまあ10年間フリーブレイズでキャプテン張ってますけど、そうですね、うん、やっぱりこう背中で見せてくれますし、うん、まあ、あの、まあ、代表行ってもそうですけど、うん、まあ、しっかりシュートブロックしたりとか自分のことも何ですかね、あのやりたいプレーじゃなくてもこうチームのために、うん、あのしっかりした決断ができるあの選手だと思ってますので、うん、まあ、やはりそこら辺は10年間キャプテンであり続けてることっていうのはこうすごいことだなと思います、うん、はい、では田中剛選手から見た川井隆一いかがですか。はい、まあ、龍の、まあ、さっきも言いましたけど、やっぱり声とか、うん、このエネルギッシュなところっていうのはやっぱりチームの力になりますし、うん、まあ、あとやっぱり体を張るというか、うん、そのまあ、今龍も言ってましたけど、そのチームのために自分の体を犠牲にしてこう守る、まあ、その点数とか、うん、こうそういうところがやっぱりフォーカスされがちですけど、やっぱりその特にディフェンスとかは体張って、うん、痛いけどシュートブロックして、でそれが本当チームのみんなの鼓舞するんですよね、ベンチの、うん、あのやっぱあのプレーでみんなのスイッチが入るとか、うん、あのプレーがこの試合勝った原因だっていう、そういうのってすごく大事なんですけども、やっぱそういうのはやっぱりこう自分の体を痛めてまでもこう、うん、チームのために徹するっていうプレーはやっぱ昔からやってたんで、まあ、シュートブロックスしますし、うん、そのまあ、ゴール前の相手が結構ガツガツ来るエリアで体張りますし、あのそういう選手がまたうちに一人来たっていうのはすごく心強いですし、うん、まあ、あとはやっぱりこういう感じなんで、まあ、派手な感じで
だからさっきの話から派手とか言う。あ、でもそのまあそのチームの中でやっぱムードメーカーとして今すごくいい影響与えてくれてますし、まああとやっぱり八戸のファンの人たち、フリーブレイズのファンの人はやっぱりドラゴン戻ってきたってなって、うん、今からでもすごく楽しみにしてくださってると思うんで、うん、そういった意味でもチームにプラスになるんじゃないかなと思うんで、うん、まあまあ、まあ本当にそういうところが龍の強いところかなと。まあ僕も本当小さい頃からこう知ってて、そのいろんな思い出話とか、まあ、代表とか行くと結構バスの中隣に座って昔の話はあでもないこうでもないって言ったり、仲いいな、まあ、真面目な話もしますけど、結構そういう昔話で盛り上がったり、うん、それだけでまあ楽しいなと思うんで、うん、まあそういうところが龍のいいところで、まあ、今チームにいてくれてよかったなと、うん、また一緒にできるのは本当に楽しみだなと思います、ね、はい、はい。さあ、では明日がいよいよ最終日になります、はい。明日はいよいよ8月31日からスタートする今シーズンに向けての展望や意気込みなども伺いたいと思います。日韓フリーブレイズ、東北フリーブレイズの14番田中剛選手、そして2番河合隆一選手でした。4日目でした。ありがとうございました。ありがとうございます。